はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきでございます。ということでですね、本日が1月の6日水曜日、時間がですね午前9時55分というところで今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということでですね、僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕の、チャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨を投資してみようかな、仮想通貨 FX をしてみたいとかね、いう方はぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。という方で今日もね始めていくんですけれども、ちょっと告知がね2つございますので、そちらだけさらっと先にさせてもらいたいなと思います。昨日の動画でも言いましたが、なんとですね、あの今押しも押されぬに大人気、仮想通貨系 YouTuber ですね、カントさん、カントさんとコラボのね、トレードバトルを開催することになりました。今ね告知期間中なので、エントリー要は受付開始が1月の11日から11日の月曜日ですね、から受付を開始していきますので、それまでにですね、準備としましては必ず口座の方は開設しておいてください。バイビットはね口座めちゃくちゃ開設し、簡単です。動画の概要欄にね口座開設用の URL 貼り付けてますので、そちらから口座を開設しておいてください。それとですね、あ、そうだ、昨日ねちょっと条件言えなかったんですけど、参加条件はもう一つだけ、0.01ビットコイン、これがもうね、今ちょっと最低限かなと思います。昔ね、もっと前僕が開催した時とかは 0.1 ビットコインでとかってあったんですけど、そうすると今やともう30万とかになってくるので、まあ 0.01 っていうのが一番区切りが良くて参加しやすいかなっていうところで、カントさんとも打ち合わせして、担当の人とも打ち合わせして、0.01 ビットコイン、入庫している方が、参加、誰でも参加できるという形にしておりますので、口座を開設する。で、0.01 ビットコインを入庫しておく、この2つまでは、必ずね1月の11日までに、行っておいてください。口座の解説は動画の概要欄から口座解説ね、もう持ってる方はそのまま 0.01 ビットコインを入庫するだけ、もしくは入庫されてる方は 0.01 ビットコイン残高にあるかどうかっていうのを確認しておいてください。あとは11日になったら、参加用の URL を貼り付け出しますので、動画の概要欄にね、そこから参加してもらうという形になりますよと。この3ステップね、めちゃくちゃ簡単な3ステップなので、ぜひね、トレードバトルでこう楽しみたいっていう方は参加するね準備をしておいてくださいということでございます。はい、ともう一つがね、よいしょ、ちょっとごめんね時間取るけど、FXGT さんですね、僕の、提携している FXGT さん、まあこれに関して言うと仮想通貨取引所というよりは FXをもう全部ごちゃ混ぜにしたね、あの FX の、まあ、一番強い、僕の中では、取引所だと思っております FXGT さんですね。ここがですね新春というか、まあ、正月の、まあ、お年玉と言っていいのかな、うん、で、初回入金ね 150%、バックしてくれます。で、まあ、上限4万円なんですけど、4万円分、例えばですけど、いやー3万円ぐらいしか、最初の初期投資できひんねんなっていう方でも、要はスタートはね、6万円ほどの、証拠金として、使ってね、取引ができると。要は自分の、手持ち資金の倍の状態でね、スタートするチャンスになっておりますので、まあ初心者の方、まあちょっとね、あの MT5 っていうね、まあこれ使えてたらもうどんな投資でも大体使えるようになるでっていうね、アプリとか、まあサイトなんですけど、まあこの MT5 っていうのを使わないといけないっていうところが、まあ一つちょっとハードルではあるんですが、ここ乗り越えようもんなら、もうどんとこいとなってきますので、まあ最初にね、あのやるにはいいのかなという感じですね。ここで入門しておけば、もうあとは何でもできんぞみたいな感じになってくるので、まあここはぜひね、あの使ってみてください。で、MT5 に関して言うと、もう使い方がもう山ほどあるんですよ。もう要はどんなね、こういう取引所、であっても結構 MT5 経由するとこが多いんですよ。そうなってくるとやっぱりこういろんな方が使い方を考えたりとか、なんやったらこうその中にね自動売買の、ツールを、差し込めたりとか、まあいろいろ、まあ、使い方があったりするんですけど、まあそういったね、あの応用もできたりするというところ、拡張性がすごく広いので、まあこのあたりはねぜひあのGoogle 先生に MT5 使い方とかで調べてもらうのが一番いいかなと思います。あの僕が全部説明しようと思ったらもう何千時間説明せなあかんくなってくるから、あのぜひね自分で調べてみてください。はい、というわけで、まあ、150% のね、ボーナスバックキャンペーンやっておりますので、ぜひこの機会にね、口座開設をして、入金してみてください。この FXGT の口座開設も僕の動画の概要欄に貼り付けてますので、そちらから口座開設してもらったら僕のねオリジナルの、ボーナスキャンペーンとかも受け取ることができますので、このあたりはぜひね僕の、概要欄のリンクから、口座の方を解説していただけたらなというふうに思います。はい、というわけで2件、
告知の方終わりましたのでね、本題入っていきます。いや、ようやく本題に入っていきますが、ですね、それともう一個ね、ちょっとね、皆さんにね、謝らないといけないことがあるね、謝罪しないといけない。あの、僕のチャンネルといえばですよ、もうファンを大切にするね、コメントは一つ一つ、返信していく、もうこれね、もう当たり前のようにやってきました。で、最近できていない、それ分かってるんですよね。ただね、あの、最近ですね、勇気の FX スクールっていうのをまあ始めたわけですよ。まあ本当に初心者の方向けにね、まあスーさんからめっちゃ分かりやすいとか、あの、言っていただいたりとか、上山さんから分かりやすいって言ってもらえたりするんですが、まあ初心者向けに、発信をしております。まあこのメインのチャート分析の動画とその FX スクールの動画ね、2本撮ったらもうね、もう動けへんもうずっとパソコンの前ね、この動画撮るでしょ、編集するでしょ、で次 FX スクールのやること考えるでしょ、でアップすること考えるでしょ、でそれについてまあ調べ物したりとか、どういうこと言おうかとか考えたりとか、もう僕台本書けへんから、もうあれ全部思いつきで喋ってるんですけど、こんなこと言おうかなとかって考えて、で動画撮影するでしょ、でそれで編集するでしょ、アップするでしょ、ね、あのね、もう動けないだ、一応ね、グッドボタンとあのハートマークラブズキューンはしてるから、そこでちょっとこう今のところは勘弁していただきたいなと思います。ほんま自分で始めたんやけど、もうほんまに今ね、現状で言うと、もう自分で自分をキック縛りっつってね、もう自分で自分キック縛りしても動けへん状態になってますので、ちょっとそこはあのご理解ご了承いただけたらと。決してこうファンをないがしろにしてるわけでないっていうのだけちょっとね、押さえといてもらえたらなと思います。はい、あの、皆さんは大切に思ってますが、ゆえに FX スクール始めたんですよ。が、結果なんかこう、私たちの コメント返してくれへんねんけどみたいな感じになってたら、ちょっと困るなと思って、ちょっとここだけ弁解させてもらえたらと思いました。はい、というわけで、すいません、あの、前置きめっちゃ長い、また6分も喋っちゃったけど、今日の気になるニュースね、結構ね、リップル系が多いっす。出資企業がリップル社を提訴とかね、あの、他のところが、ね、要はあの、そのリップルを取り扱っていた会社が、お前のせいでめっちゃうち損こいてるやんけっていう、まあ、提訴をしたというところですね。あの、訴訟を起こしたというところと、あとは、まあ、これね、グレースケール、仮想通貨リップルを、デジタルラジ、キャップファンドから除外したと。まあ、これはね、まあ、要はもともとそのファンドのね、ポートフォリオの中に入れてないけど、それを除外して清算したよっていうところなんですが、まあ、指定参加者が、まあ、1月15日よりリップルの取引を一時停止することが分かったから、まあ、一旦もうちょっと除外しちゃおうよっていうことになったんやという感じですね。で、もう一つがね、まあ、これ随時更新っていうところちょっと中見とこうかなと思うんですけど、これまだ僕も見てないんやけど、随時更新、リップル社、リップル提訴、訴訟に関する国内外仮想通貨取引所のリップルの対応一覧というところで、これリップルをね、皆さん、まあ、取引、トレードを売買している方は、まあ、確実にね、あの、必要な情報になってくるかなと思いますので、まあ、またね、よかったら中見ておいてください。これね、多分ね、全部読もうと思ったら、まためちゃくちゃ、めっちゃ多いから、今、海外取引所とかね、ぜひ、あの、リプルの、取り扱いしている方、売買している方、トレードしている方は、こちら、チェックしてください。こちらの記事ね、コインポストさんの新着で出てきますので、ここでね、しっかりとチェックしておかれるといいんじゃないかなという感じで、まあ、ちょっと紹介みたいな形になっちゃったけど、ごめんね、ショートカットさせてもらいます。はい、でよ、でようやくね、徐々にこうグググッと近寄ってきてますけど、チャート分析がね、いつも通り、時価総額ランキングね、見ていこうかなと思います。またライトコイン抜かれやがってっていうところでね、まあ、ほんま僅差よ今、だからもうすぐ入れ替わると思います。なんや、もう何パーセントダウンしたらそっとね、そって入れ替わると思うんですけど、そって何パパパとか聞いたことあるけど自分で言ったけど、そってなんやろ。まあいいや、そってね、そって動くと思うねん。だからまあこの辺はまあ特に気にしなくてもいいとは思うねんけど、まあ、やっぱりリップラー的に言うと4位っていうのはあんまりまあ芳しくないっていうところはあるでしょうね。だからもしかしたら、いや、俺のね、資金で何とでもしてでもこう1位格上げさせたんねんみたいな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。ね、だからここから価格上がるかもしれへんみたいなね。まあけど、このままね、やっぱりリップルは沈んでいっちゃってもおかしくはないところ。やっぱりちょっとマイナスのニュースがね、もうほんまにもう叩かれまくってるので、まあ一時のなんていうの？Facebook のね、リブラみたいな感じでもう各場所で叩かれてしまってるから、まあもしかするとガッチリ下がってくる可能性はなくはないけども、まあそのあたりちょっとね、これからの、進展を見ていかないと、まあ確定は、断定はできないかなっていうところで、まあこれね、経過を見ていくみたいな感じになっていくかなという感じですね。はい。デビットコインがまたね、一強ですね。まあ、体のとかもね、エイダコインとか上がってるけどね。
20% 弱ぐらい上がってるし、ステラなんかで言ったら 30% ぐらい上がってる。まあ、アルトのターンっていうのはまだ終わってないっちゃ終わってない。ちょっとこう遅れて上がってきてる系が今上がってきてると。で、ちょっとね、あの、主要系はね、あの、マイナス叩いてるので、そのあたりの資金がまた、ビットコインに入ってきて、再びね、350万円に乗っかろうとしているというところでございますよ、という感じでございます。はい。ではね、そのまま、ビットコインのチャート分析に入っていこうかなという感じなんですが、ちょっとね、最近ずっと、ドル建てと円建てってほぼほぼそんなね変わりなく、チャート分析の方できてたんですが、ちょっとね今回のこの上昇で若干の見方が変わってきてしまったっていうところがあるので、まあ、そのあたりもちょっとね、皆さんは気にして聞いておいていただけたらというふうに思います。はい。で、これね、もう僕ね、自分で言って自分でライン引いててびっくりしたけど、ここね、もうほんま僕の言ってた通りのズバビタで止まってるので、ここに関して言うと、まあ、このラインは意識されてるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、この赤色のラインね、ちょっとこれをね、スカイブルーにしようかな。見にくいから。このスカイブルーのラインが効いてないのが分かったので、消して、この、レッドラインをスカイブルーラインに変更と。このスカイブルーのラインね、このスカイブルーのライン、まあ、前回のね、高値の切り上げラインなんですけど、高値の切り上げラインをそのまま貫いて、ここまで持ってきた結果ですね、現状がこの高値、安値の切り上げラインに、相当しているというところですね。まあ、ヒゲでは抜けてるんですけど、大きくヒゲでは抜けてるけど、結果実態としては1時間足だと綺麗に効いてきているというところで、まあこれからも落ちてきた場合はこの辺り意識されてもおかしくないんじゃないかなと。まあただ、ヒゲで抜けてくる可能性はある。うん。ただね、ヒゲで言ってもかなりね、切り上げてきてるんですよね。まあこれもちょっとごめんなさい、スカイブルーになっちゃうと思うけど。この感じ。ヒゲで言うとこの角度で切り上がってきてるので、まあこのラインもちょっと意識しておいてもいいかなと思うんですが、まあ引ける方は引いておいてくださいねっていう感じで、実態でいくとこの辺りというところですね。なので次はもしかすると、まあこれはもうあくまで僕の予想というか、ただのね、あの想像に、になるんですけど、ヒゲでストーンと抜けてこのラインぐらいに触れて、買いが入ってきて、実態はこのね、ラインで止まってくるみたいなことが起こりうるかもしれないっていうところですね。で、こういう形で、いつもの三角持ち合いみたいな形に入っていくという可能性もありますし、このままやっぱりね、ストーンと抜けてきて、こんなとこ関係ないよっていう感じでストーンと抜けてきて、ヒゲで一旦抜けるも、実態では、このスカイブルーの、実態でね、高値が安値の切り上げで効いているラインが効いてきて、で、結局また上に戻っていくという感じ。これね、けどね、この三角持ち合いの幅で今ね、あの、先細っていくとしたとしても、今のね、価格幅っていうのがえげつなくて、結局ね、例えば実態で言っても312万から、347万まで35万ぐらい上がってるんですよ。もうこの幅で動かれたらね、もう昨日も言ったけど、ハイレバレッジは厳しいのよ。もう一瞬でやられるから。もう一瞬、もうほんま瞬きしてる間にやられるで、ハイレバレッジとかでやってたら。なので、まあ、ちょっとね、おとついぐらいのコメントやったかな。僕ちゃんとコメントはみんなの、あの、名答してるからね、みんなのコメントと名答してるんけど、スパミちゃんが今レバレッジ2倍ですみたいなこと書いてたと思うんだけど、もうそれぐらいでやって、もう損切りされないようにして、損切りされないようにして、まあ、その、上がってくるのを待つっていうのが一つの手。で、もう一つは、もうずっとこれはもう、基本的な投資としても僕はずっと言ってんだけど、損切りラインを決めておいて、もうこの損切りラインは動かさないようにする。で、もう一回入り直す。もしそれ以上下が、もしロングでポジション取っててね、それ以上突き抜けて下がった場合は、次の入る場所を探す。で、またロングで入る。で、切られたらまたロングで入るっていうね、これが一番いいんちゃうかなと。そうしてくると、結局ね、5000ドル幅とか取れるわけよ。十分、利益でね、要は3勝1敗だろうが5勝1敗ですら多分勝てると思うんですよ。例えば損切り幅をね、200ドルとかで設定するじゃないですか。で、5回負けたとしても1000ドルなわけ。520やろ。520、1000ドルの、マイナスなわけ。けどそっからもし5000ドル幅取れたら、これリワード的に言ったら5対1なのよ。これ十分なわけですね。あの、なので、このあたりは、あの、そういった戦略もありよりはべり今そこりかなっていうところは、ちょっと頭の中に入れてもらって、あの、トレードされるのがいいのかなと。で、今現状がですね、ここ今僕、上のね、高値の切り下げラインで赤く引いてるんですが、まあ、ここが高値かどうかっていうのはまだ決まってないです。このまま、まあ、一応ね、この、ちょっとね、薄い青色のね、移動平均線僕出してるんですけど、これがね、期間が7、あの、MA の7なんですよ。EMA7。
7の期間の線なので、ここね、もしバンドウォークとか入ってくるんであれば、まあ、この、ここでタッチでもう一回上がってきて、高値のこの今のね、抑えられたラインを抜けてくるっていう可能性は全然ありますよ、というところは、抑えておいてもらった方がいいのかなと。ただ、まあ、一旦の押し目っていうのは入ってくるかもしれないので、まあ、そのあたりでいくと、短期線がサポートになったりとか、まだサポートラインは山ほどあるので、どこを背にして、トレードしていくかっていうのは、ちょっと皆さんにも、皆さんのそのトレードスタイルにもよるかなと思うんですが、もしかすると、このね、下限の線まで引きつけて、で、抜けたら一旦待つと。で、ヒゲで絶対戻ってくるので、もし、ここがね、実態で収まってくるのであれば、ヒゲで戻ってきたところを買っていくと。で、レバレージは低め。そしたら、この、このヒゲのラインでは、多分損切りはされないので、ロスカットはされないから、このヒゲのラインまでは待つと。損切りラインをヒゲの一番下の下限の線で待っておいて、で、これを抜けたら損切りやけど、ここまでは耐えるよと。で、実態が固まったところで、次の上を狙っていく。そうすると、それでも30万円幅ぐらい取れてくるので、これはありよりはべり今そこにちゃうかなというふうに僕は思ってます。まあけどこれは本当にね、その時その時リアルタイムのプライスアクションを見ていかないと、まあ確定ではないので、まあ投資に確定なんかないねんけどね、そこはもしかしたら皆さんもね、やってもらう注目しておいてもらえるとトレードにお役立ていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、このままね、安値の切り上げと高値の切り下げがずっと続いてきたとすると、大きな三角持ち合いになってくるよっていうところですよね。なので、まあ徐々にこう値幅が縮まってきて、でまた大きくどっちかに動くでというふうな形になってくるんじゃないかなと。で、久しぶりなので、この大きさの三角持ち合いが出てくるのが。うん。なので、この大きな三角持ち合いの終局、もしこのままね、この中で動いていくのであればよ。これはもうあくまで仮定です。こうなった場合っていう話ね。なれば、もうかなりの大きなね、上下っていうのが出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ここは期待込み、ちょっと怖い、怖いなって思いながらね、ちょっとこう見ておいてもらえるような形になるかなという感じですね。はい。なので、僕の今の視点でいくと、今ここが高値抑えられたというところなので、まあ、ここでもしかするとそのまま影の線を試しに来る一つ目のパターンで、短期線ないしは、MA の7ですね、 EMA7、7の期間の線で、サポートされて再び上、まあ、要は俗に言うバンドウォークみたいな形になる形ですね。はい、バンドウォーク、ボリンジャーバンドっていうのを出しておいてもらえると、まあ、わかるかなと思うんですけど、バンドウォークっていう形でそのまま上抜けてきて、もし上抜けた場合は、このね、安値の切り上げたラインを上に抜けたところの裏タッチですね。ここがだいたいそのまま、まあ、綺麗に上がってきたとしても、もうちょっと上に伸ばして、よいしょ。そうね、380万とかまで上がってくる可能性はあるよね、このままでいくと。まあそれよりも上抜けたらもうどこまでいくか分からへんねんけど、もうそれこそ500万とか600万とか、この高値の切り上げラインをそのまま延長した場合でいくとよ、もうえげつない価格になってくるので、400万余裕で抜けてくるような、価格帯になってくるので、まあもうこっから先本当に真空なので、上がね、だからもう突き抜けたら、もう突き抜けてもおかしくないわけですよ。なので、まあ、この辺りは上はね、どっかしら自分でこう、利確するポイント、ここまで来たら利確しようっていうね、目標を見つけて、まあ、そこでしっかりと利確していく。それ以上伸びたとしても、悔やまない、うん。もしかしたらそこで叩き落とされてる可能性はあるねんから、裏返すとね。うん。なので、まあ、利確できた自分をナイス利確っていう形で、まあ、やっていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。やだ、という感じでございます。はい。で、ちょっとね、ドル建てがね、変わってきてるので、ドル建ての方を見ていきたいなと思うんですが、ドル建てがですね、円建てやとだいぶ高値切り下げてましたよね。高値切り下げって、これ同じく1時間足なんですよ。これ同じ時間足なんですけど、ドル建てでいくと、高値ほぼほぼ切り揃えてきてるんですよ。まあ、俗に言うダブルトップみたいな形に見えるんですよね。このドル建てでいくとね、おっきなダブルトップよ。なので、こっからもし、前回のね、このここが一番効いてるなっていうところが3万ですよ。3万500ドルを明確に実体で抜けてきたりとかすると、要は買い圧が入ってこずに、ね、下ヒゲが出ない、陰線とかでもし抜けてきた場合は危ないんじゃないかなっていうふうに思ってます。この大きなダブルトップが決まって、で、大体ね、ダブルトップってその山のてっぺん、まあ、要は僕のチャートでいうところのマクドナルドチャートね、アイムラビニンチャートって呼んでますけど、アイムラビニンチャートが出てきた場合、大体この谷の、底の部分ね、まあ、実体でやったとしても、谷の底から山のてっぺんまでの幅が、下に走っていくって言われてるんです、セオリー的に言うとね。要はこの幅ですよね。この、長さが下に出てくるわけですよ、このネックラインから。そうなった場合、じゃあどこまで落ちますかって言われると、ちょうどね、前回の安値まで落ちるんですよ。2万5000ドルとかまで落ちる可能性があるんですよ。これはね、ちょっと頭の中に入れておかないといけない。
ね、これは頭の中に入れとかないといけない。うん、いけないと思う。うん、だからここはしっかりと、ここ抜けたら、実体に抜けたらやばいでっていうのは、しっかりとこう、すり込んでおいてください。うん、下はすごい価格帯で落ちてくると思うので、それこそ5000ドル幅ぐらい、一瞬でスコーンって落ちてきてもおかしくない、ぐらいのレベルなので、ここはしっかりと頭の中に入れておいてください。はい。ただ、やっぱりね、上が強いのはもう間違いないんですよ。まあ、上が強いし、まあ、今まで本当に不死鳥のようにね、蘇ってきたビットコインですから、こっから高値を切り上げていくっていうパターンも全然あります。はい。で、さっきも言ったみたいに、今ね、現状でいくと、MA の7ですね。あ、EMA か。EMA の、7EMA の期間の線が、まあ、ちょうどサポートラインみたいな形になってるので、このまま押し目をつけて、もう一段階上がってくると、高値の切り上げになると。円建てよりも早く高値を切り上げてくるような形になると思いますので、まあ、このあたりはちょっと要見物かなと、要見物という感じですね。うん、このまま高値上、更新していくのであれば、まだね、もうボコーンと、伸びてくる、形になってもおかしくないので、まあ、このあたりは、まあ、ちょっとね、注視しておいてもらって、もしこの高値を切り上げてくるようなことがあれば、押し目のタイミングで買っていっても全然いいんじゃないかなと思います。ただ、やっぱね、この高値を更新したタイミングって思いっきりボラティリティが上がるので、もう、なんやったらもう500ドル幅ぐらいなんか余裕で動く形で押し目とかつけてきたりとか、それがヒゲの下になったりとか、最下端になったりとかもするので、ここはちょっと注目しておく必要があると。で、なおかつ、ちょっとね、損切りは幅広めに持っとくけど、レバレッジは低め。で、損切り幅は動かさない。で、損切りは切り下げ、もし買います、買って下がって、買い下がっていくのもいいけど、そのままね、上がってきたところはしっかりと利確していくみたいなね、逆コツコツドカンと僕呼んでますけど、損切りはコツコツで、利益幅をドカンと取るというね、手法が僕の中では今のところ一番、まあ、ベターな、トレードの仕方なのかなと思いながら今トレードしておりますので、このあたりはぜひね、参考にしていただけたらというふうに思います。はい。で、一応もしね、このまま、高値切り上げられず、もう一回影の線を試すのであれば、若干ね、安値は切り上げてるので、そうね、ちょうどこの下のね、雲のねじれの部分突き抜けてきたとして、最下端、下限の線で支えられるなら、3万の850ぐらいかな。3万850というところが、まあ、一旦ヒゲは抜けるも、実体で固まって、再び上を目指していくみたいな、この流れね、は、今までの流れを見てもらってもわかると思うんですけど、一気に、底を打つ。で、一回ダブルボトム作って上昇と。なので、まあ、ここで関して言っても、一旦底を打つ。で、ダブルボトム作ってまた上昇して、3万4000に返り咲きみたいなね。このパターンは全然起こりうる、可能性が高いと思いますので、まあ、このあたりは、底をもし打ってきた場合は買っていくでいいんじゃないかなと今のところは思っております。ただそのまま高値を更新するっていうパターンもさっきも言いましたがありますので、ここに関しては、まあ、基本的にね、これ僕ずっと口酸っぱくして言ってるけど、 100% 上とか 100% 下っていうのは投資にはありえないので、これに関して言うとね、だから例えばですけど、利確したポイントでそこからね上に伸びたとしてもよ、もしかしたら逆裏を返せば暴落していた可能性もあるんですよ。だから自分の利確ポイントっていうのはそっから先どうなってたか分かんないんですよね、その先は。ただその後結果として上がった、結果として下がった、これだけの話なので、それに対してうわもっと上がったから利確損したみたいな、マインドはあまりやめた方がいいのかなと、うん、いうふうに思います。ただまあそれに関して例えばですけど、ラインを引いてみたらもっと上に実は利確ポイントあったよねとかいう場合は反省は必要かもしれない。うん、あ、ここのライン引いてたら利確ポイントもっと、引っ張れたな、じゃあここから200ドル幅取れたなとか、ここから500ドル幅取れたなとかっていうのであれば反省は必要やけども、そっからねラインを引いてみても全然そこのね、まあ上がったポイントまで自分のラインは引かれへんという場合であれば、まあそのポイントに関して言ったらナイス利確やったという形で、まあ利確は正義でいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、あくまでこれは僕の個人のね感想というか、感覚でございますので、このあたりはまあご理解ご了承の方いただけたらなと、参考にしてもいいし、別にね、反論があるんやったら別に自分の中で反論の火を灯してもらって、まあね、しっかりと、稼いでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますよという感じでございます。はい、というわけで今日もね、ちょっと長くなりましたが、以上で終わっておきたいと思います。つまりも長いということでですね、冒頭にも言いましたが、まもなく、10月っていつ
俺いつの時間軸生きてんの。1月の11日ね、1月の11日月曜日から僕のね、オリジナルのトレードバトルが開催されます。なんとですね、あのカントさんとのコラボレーション、コラボトレードバトルという形になりますので、まあ僕のチャンネルでは打倒カントってね、こう煽っていこうかなというふうに思っておりますが、まあカントさんは参加されるみたいなので、ぜひ皆さんね、カントさんに、ぜひね挑戦していただけたらと思います。あとは FXGT さんがね今 150%、ボーナスバックっていう形でやってますので、初期投資、初期資金が少ない方も、まあ、ある意味自分の、自己資金を倍にした状態でね、スタートできるチャンスでもありますので、ぜひね、どちらもバイビットも FXGT も口座解説は動画の概要欄、貼り付けておりますので、そちらのリンクから飛んで口座の解説をぜひね、お急ぎくださいということでございます。はい、というわけでね、また、明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。